はい、どうも。幽閉大佐です。今回ですね、ワークマンの装備を紹介したいところなんですが、その前に、これ買いました。柏の縁ある古着屋さんで、一目惚れしてしまって。本当はね、他のやつが欲しかった、他の人が欲しかったみたいなんですけど、私が買っちゃいました。このワッペン付きで、グレーのやつ。ツイッター見てる方はわかると思うんですが、こちらの服がどこの軍かわからないってことで、私がツイートしたところ、小林元文先生の奥様、アークさん経由で、北海道のプレデターの方のアークさん経由で、元文先生の奥さんの方から、元文先生が言ってるということで。補助婦、衛生隊の女性もののやつってヨーロッパのやつなんじゃないかって話が出てます。あと、もう一人、エイトボール紹介のハツさん。これ、ドイツのモールスキンじゃないかと。どちらなのか俺にはわかんないですけど。ミタリー系がちょっと俺、私もそこまで得意でないんで、サバゲーやったり、まあ、いろんな動画上げてますけど、そこまで詳しくないです、実は。銃もあんまり知りません。サバゲーが好きなだけで、ミタリーに首ったけってわけではないんで、まあ、ほどほどに、まあ、一般の人よりは知ってますけど、そこまで詳しくないんですよ。で、うちの会、幽閉会の、まあ、ジュニアがいるんですけど、ジュニアに聞いても分かんなかったんで、これダメだと思ったら、ツイッターでそういうことになりました。こちら、小林先生の奥様、アークさん、エイトボール紹介のハチさん、ありがとうございます。大事に着ていきたいと思います。じゃあ本題に入ります。今回、ワークマン、いろいろ、レビューしてます。今回、ワークマン、野田店さんにお邪魔しました。お邪魔してましたっていうか、まあ、しょっちゅう行ってるんですけど、仕事柄、現場職なんで、よくは行くんですけど、ワークマンさん行って、まあ、野田店さん、行った時に会ったんですよ。メガリック。びっくりした。これね、会った時にね、本物かわかんない。で、一応ね、ここにメガリックって入ってるんですよ。メガリックと。入ってるんですよ。で、店員さんに、まあ女性の店員さん、美人な店員さんなんですけど、何回か話しかけてますけど、私の好みなんで、今度ベレーと言うよ、というのは、さておいて、その美人な店員さん、店長じゃないですよ。美人な店員さんに聞いたら、これメガリックですよね、メガリックです、つって。色違うけど、メガリック、黒じゃなくて、迷彩バージョンですよねって確認して買っちゃいました。で、こちら、メガリック、FW の -10、10じゃない、100、1936円。2000円以下でメガリック。なぜ買ったかというと、今回、キャンプを、バックパックでしたっけ？背負って、これ一つでキャンプ。で、冬キャンに行きたいと思います。まあ今回まあ寝袋等もちょっと買い直したんですけど、まあ、普通の今まで使ってるマミー型の寝袋に、冬用でなくて夏用とか、オールシーズンのやつを二つ重ねようと思って、オールシーズンは冬以外使えるからと思って買ってしまいました。で、ついでになんですけど、こちら。このちっちゃいバージョン。こちらも買ってみましょう。これがね、Dバッグですね。FW の5。これ1000円以下ですね。1000円以下で998円ですね。これね。実はね、これ YouTube の撮影キット全部入ってます。で、まだ余ってるんで、今使ってる、まあ今撮影してるこの三脚。で、これ違うカメラ今使ってるんですけど、この中にもう一眼レフのカメラと、三脚もう一丁と、あと、アクションカメラ。そちらの方も、でも三脚も二丁入ってます。入って全然余裕です。で、さらに入るんです。で、こちらにまあ見えないんですけど、こちらに私専用照明とかもあるんですけど、こちらも入ってしまう状態で、もしかしてこれ一個で撮影いけるんじゃないか。
この中に豆絞りとサングラスを入れれば完璧ですね。まあ、入りますね。で、今後まあ、キャンプとか、まあ、サバゲーとか行くとき、これだけは撮影キットで持っていくような形になると思います。見かけたら、まあ、見せてくれって言えば見せますんで。一応ね、迷彩柄で2つ、こちらの、2つともでかいのとちっちゃいの合わせて買ってみました。いや、まあ、迷彩はやめてくれってうちのから言われてるんですけど、バックぐらいいいかなと思いまして、買ってしまいました。まあ、こんな感じです。で、今回は、まあ、このメバリックの方の、まあ、方をメインとして、今回やらせていきたいと思います。でね、まあ、もう一回出しますけど、こちら。コットンヤッキ。コットンポンチョか。コットンポンチョ。で、まだ売ってないらしいですね。しかもこの色。コヨーテで、ちょっとっけ。こちらね、まだ売ってないみたいです。いやー、結構レアもんみたいですね。持ってる俺がとして。こちらの方ね、まだね、キャンプには来てっておりません。これね、綿 100% なんで、焚き火に強くて、焚き火の前に着るし、まあ、ちょっと春先とか秋に、ちょっと寒いなーって着るような感じ。まあ、袖がないんで、まあ、ほんとダイソーとかで売ってるポンチョのコットン版のオシャレバージョンですね。なんかね、女性とかに最近人気コットンも、ポンチョもあるみたいで、まあ、可愛いからかと思うんですけど、私みたいな中年のおっさん着てもしょうがないと思うんですけど、こちらの良い点は、かぶれる。そして、これがかぶれるんですよ。で、フリーサイズしかないんで、こっから顔出す感じですね。フリーサイズしかないんですよ。で、まあ、腕がない。通さなくていいんですよ。で、どうしても腕が欲しいっていう場合は、こちらにボタンがついてるんですよ。このボタン。これをこう収めれば腕が出て、まあ、一箇所だけボタン止まって腕が出る感じですね。まあ、てるてる坊主系になるという、感じかな。こちらね、フリーサイズのみだから、まあサイズも、まあ誰でも着れるし、まあ今後ワークマンさんこちらを出せば結構売れると思うんで、来年あたりの春先は、俺の、まあアノラックパーカーとかも流行りましたけど、こちらの方、今度女性向きの色も出して、まあ、これはかなり女性向けですけどね。私こちらとカーキーと両方持ってますけど、まあ、カーキはサバゲの方で使ってますんで、こちらはキャンプの方で使おうと思って買ったんで。うん。まあ、そんな感じですね。で、以上が、これがコットンポンチョ。着てるところ見たいですね。見たい。ああ。ちょっと待ってください。豆絞りで脱げてしまうんですよね。こんな感じですね。手がこう。まあ、こういう感じで落とすんで、悪くないと思うんですよ。女性なんかにいいけど、座って、こちら座って、こういう感じで、まあ、寒い時、こう、全部かかるような感じ。まあ、完全、この豆絞りとかって、てるてる坊主くん、というところ。で、こちらにボタンがあるんで、こちらはまあ、止めづらいんですけど、今だと止めると、この間に、空間ができる。ちょっと寒いなと思ったそこ入れればこういう風になりますんで、ボタン一つですけどね。まあこんな感じです。ちょっとじゃあ着替えてから再度こちらのまだ開けていないワークマンのバッグ開封したいと思います。はい、じゃあ着替えましたんだ。はい、着替えましたんでメガリック開封したいと思います。メガリック。FW-100 メガリック。値段が1936円。2000円以下です。2000円以下。ワークマンのどさん、ありがとうございます。ワークマンのどさん、まあ、いずれも私の写真使って CM 使ってくれて構いませんので。一言ください。まあ、多分見てないでしょ。一人見てるって言ったっけな。一人パートの人が私の動画なんかチャンネル登録してくれてるらしいという話です。まあそんな話いいんですけど。じゃあ、これ、開封したいと思います。これ実はね、買ってね、ちょっと経ってるんですけど、私も開封してるんです。すっごい楽しみなんですよ。
でカメラの方下向けます。はい、こんな感じで、じゃあ開封としてみましょう。ここバックルになってて、まあバックルですね。こちらバックルになってますね。で、まあ、チャックは両チャックです。で、今縮んでますけど、ここの、これを緩めれば、バックルを緩めればでかくなるってことですね。ああ、こういうことね。ちょっと最大限まで伸ばして、これおばちゃんも入っちゃうじゃん。でけえな、これ。まあ、開けてみるか、とりあえず。あ、わ、こっちもあんのか。バックルがね、両端にね、一箇所一箇所で、こっちに一箇所一箇所ですね。ああ、そういうことね。どうりで開かないと思って。これ取れて、取れて、おう。こんな入んの？すごいな、これ。厚み。これ全部詰まるんじゃねえ、これ。でね、残念な点はね、まあ他のまあキャンプのリュックでわかるよね。これが、ここから全部こうパコーンと開くんですよ。それができないだけですね。うん。でもね、広さは結構ある。あ、すごい、ほら。こんな広がってる。俺入っちゃうもんね。あ、俺はいいか。うん、入りますね。ペットボトル何本入るかな。まあ別動画で今度は上げてみますけど、これ実際にキャンプのリュックの道具詰めて、実際に詰めてみたいと思います。とりあえず今回は使用まで。で、中は、まあ、うん、後ろに背もたれのここで、こちらに、クッションが入っていて、重いものを背負っても、そこまで痛みを感じないような感じになってますね。で、こちらの方は、前の方もこちら止まるようになってますんで、リュックこちら背負って、ここで閉まると。そうすると、後ろじゃなくて前の方に閉まってるから、こういう地震がかかってもここで収まるんですね。まあ、登山バッグも多いタイプなんですね。ああ、全体に広けばこれなら 100% だったね。やっぱ2000だからね。で、中には、バッグついてるのかな、これ。中はバッグないですね。まあ、シングルタイプですね。こちらに詰めてって、こちらの中から中バッグ。うん。これもね、結構ね、入りますね。こちらにね、調理器具とかね、発火道具とか、その辺の火付けとかも入れられますか、ね、こちらの方に、まあ、あ、3個ついてる。バッグが1個、2個、3個。で、最後のやつここですね。あ、これメッシュ。最後のメッシュ。おー、でかいね。とりあえずこれで行ってみようかな。バッグの方ね、こっちにね、サイドバッグついてますね。こちらの方に小物も入りますね。サイドバッグはこちら側だけ。いいな。でね、サイドバッグこっちはないですね。こっちはサイドバッグないです。ん？サイドバッグ？あ、両方あるんだ。すいません、サイドバッグ両方ありました。両方入るね。で、上の、ここに入って、ランタンつけらんないね、でも。あ、でもランタンこことかにつければいいか。フックとか対応したり、いろいろ改造できそうですね。まあ、私、飲み物もできるんで、飲み物までやっちゃいましたけど。ああ、いいな、かなりでかいな。これはおすすめだな。で、これをこう閉めるんだけど、閉めて、ああ、そういうことね。みんなここに入れてるんだ。この、閉めた時のこの隙間にシュラフとか、エアーマットとか入れてるんですね。なるほどね。あ、で、上にもバッグある。ここにもある。こんな、ここ使えてたの。ああ、いいな。ここにロールの中に銀マットとか、エアーマット入れて、で、こっちにランタンつけて、これが取り外せれば持ってよかったんだよね。で、シュラフとかもこの辺にかけられたらかけたいなーって。そういう装備はない。なければ自分で作る。ここにね、自分で作っちゃうって。私ね、何でもつけちゃうとかつけるのは得意なんで。まあ、なければ作ればいい。それだけのことです。あ、で、パクパク。いいなー、これ。すごいな、これ。
まあ何も中入ってないんで、背負ってみます。うん。こんな感じだね。まあ荷物入ってないから何とも言えないですけど、で、ここにこう、あれ、なんだっけ、さっき言った通り入れて、後ろでは、これいけるかな？とりあえずこれで、まあ、これで今度キャンプの方は、行ってみたいと思います。まあ、中身全部今頼んでるんで、まあ、既存のキャンプ道具もあるんですけど、コンパクト性をピコグリルとかの、まあ、パクリですけどね、そちらの方も今頼んで、頼んでる上等なんで、中身を入れた動画の方を、上げられると思います。まあ、今回はこの辺で、メガリック買ったっていう自慢の動画になってしまうんですけど、まあ、こんな感じですね。では、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回またお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。